はい、どうも。なんか棒読みちゃんがうまく作動しないな。世界一ぐらいの黒黒さんじゃないですか。あれ、なんか棒読みちゃんちょっとうまくいってない。世界一の黒黒です。あ、やだ、今日の俺の声かわいいな。なんかアメリカから帰ってきたからちょっとかわいい声を出しちゃうよって。棒読みちゃんが作動しねえんだよ。世界一ぐらいの黒黒さんじゃないですか。あ、いった？ちょっとコメントしてみて、コメント。くねえ。あ、来た来た。Wir müssen aufpassen. Round 1. Fight!ラスベガス放送ずっと見てたよ。楽しかったわ。ありがとうございます。あ、なんかコメントに気を取られてたら一本取られちゃった。真面目にやんないと。スマブラ見たよ。ジンパチが出ないわ。やられてしまう。右下の猛禽類は名前なんていうの。いや、俺には見える。ジンパチが出ないで負けるビジョンが見える。喋りかけないね。旧館長先輩をいっす。クネオ墨付きの防御鉄拳見せてくだしや。から帰ってきて初鉄拳は負けてしまいました。同じ相手に2度連続して負けなければ。ジンパチ戦法のが強くないですか。もう完全に俺が悪い。鉄拳脳になってないですね。目を覚ませ。あ、ここからもう、ここからですよ、ほんと。USA 仕込みの、一段と向けて帰ってきた、USA 仕込みの俺の力を。今日は何食べるの？あなたはクネが選んだ日本のトッププレイヤー3人の中の一人じゃないですか。2位よりも上の、新、
誠です。2位よりも上の誠です。ハロー、こんばんは。勝ちまくってください。ワコツクネイのはコツ燃えた、わら。死ねとかな、そういう汚い言葉だね、鉄拳に。少なくとも、あの倒れろ。触ってくださいってね、草、プププププ プ, プ, プ、エブオって数字段くらいの人もいた。エブオは数字段の人もいましたよ。とにかくね、アメリカ勢ね、あのパッドで上手すぎる人が多すぎ。ほんとパッド勢が半分ぐらいいますよ。これポンチョも喋らせるからこんなダメージ取られちゃったじゃない。あ、これ美味しいの、美味しいパターン。あんまり痛くない、頑張った割にあんまり痛くない。ヘイパッドで鉄拳できるんだ。バットとか三島とかいけるのかな。うわ、俺は喋らない、喋らない男。ジャックとかラースならいけそう。集中 USA、 この途中金券のキャンセルで絶対に俺は喋らない。勝つ、勝ちに徹する。いいのような男、俺は絶対に。おう、 うわ結構自信のあったラクヨアだったんですけどね、ダメでした。喋らせんなって。鉄拳レゴやった？ねえねえ、進歩中もできるんだ。ありがとうございます。そういう知識がなかったですね。アメリカどんなキャラ多かった？とにかくラースがいないです。あのね、もうその性格だろうね。日本みたいに、まあ、別に悪いことじゃないと思うんですけど、日本韓国ってそのこれはラースが強キャラだからとか三島が強いからで勝つためにS キャラを使う、 S キャラと S キャラを組ませるみたいな感じでやってる人が多いけど、アメリカ勢はもう本当にやっぱり自分の好きなキャラ
を動かしてるね。だから見たことないタックとかもラースは強いって感覚がないんじゃないの。どうだ、とにかくね、いや、いたにはいたけど、その、あの今回のアメリカ勢で超ガチでやってる人で、ラースを組ませてる人は見なかったんだよ。びっくりしたこと。いや、強いっていうことは絶対知ってるはず。アメリカ勢のね、そういう情報的なのはすげえ持ってるから、日本と韓国とかのを見てて、そういうネットとかもチェックしてるし。こんばんは。はい、どうも。黒黒さん、アランデビルの玄武と対戦したの覚えてますか？これずれてる。うわっすごいことされた。ジャンププラス8からトリガードをスクリュー。ジンパチャイ手にはそういうことされちゃいますよね。で、アメリカはどんなキャラ多かった？雑談は欲しいね。オーガみたいな人が好きなキャラってどんな？足の使えないサイヤ人などいらん。これ完全に 無理なパターンだ。ジンパチ相手にラースで行かないといけない。ベジー、また黒黒さんの実況聞ける機会ないんかいな。三連覇。ね、パッドの三島に全然いる。うますぎ。今回2位は別 にして一番僕が強いと思ったのが強どうなんだろうな。すごいいっぱいマネーマッチして5ドルとか10ドルかける試合とかして、唯一マネーマッチで負けた人がいて、それがその1回しか負けてないんだけど、9月のレオを振って出るんです。ボブスリムボブ使ってた、すごいイケメンの KOF って書いてコフ、あ、違う、 KOF じゃねえや、コウだったかな。中東系のなんかサウジアラビア系のなんかすげえイケメンのやつがいたんだけど、その人がすごい強かった。とにかくボブなんだよね。
なら小派じゃない。忘れたけど、でもね、ボブスリングボードマジ強い。接戦だったんだけど、マネマッチ負けました。エボエッタの黒黒サフだけ？お、嘘でしょ？クネイ発言シューアロタ、わらわら。エボ、オツです。はい、どうも。あ、無理、勝てる気がしない。しかし、全然何もない。そうですね、鉄拳だけをやりにエボに行ったのは僕だけでしたね。あの、いたアメリカ在住の日本人はいましたけど、ゼス、あの、アメリカのゼスト、2代目ゼストってやつですね。3連敗です、ランクマ。いくらかかりました？弱くね？そのね、だから来年のエボ行く前、俺的にはみんな行こうぜっていう気持ちではあったんだけど、今回俺が行って、まあ、どういう風にどれぐらい時間かかる、どれぐらいお金かかるよっていうのは、レポートをしようとは思ってるんですけど、旅費、僕は結構ご飯を食べない人なんで、食費が全然かかんなかったんですよ。もう本当、黒黒さん英語できるの？3日間でハンバーガーとパスタ、この 2食しか食べないぐらいとかであれだったけど、まあまあ20万はかかりますね。かかるかかかんないかぐらいじゃない？黒黒さんチーズ全部で、あのタクシーとかそういうの含めて。でもそれは僕一人で行ったから、あの何人かで行って割り勘とかそのすればもう少し安くなるだろうけど。ってこと？あ、集中、俺集中。4連敗はいかん。20万ですか、ありがとうございます。あれ、好転。
受け身取ってないと爆寸国崩しまで確定なの。調べてみたけど多分ボブの人は怖って、あのベスト8までこうは残ってん、ここコルツ、いやそんな名前じゃなかったよ、名前聞いたけど。間違った、怖ね。20代のオルデモもうちょっと食べてるよ。エボどこまで行ったんすか？うわ実質世界一くらいさん、こんばんは。どうも、実質世界一です。チェクリンがエボ行きたがってるね。おかしいだろ今、なんで使っちゃう。止まったぜ。エボ行きたがってるんで、もう終わっちゃったよ。終わった直後だよ。強い。いや、あの今日のこのランクは4連敗してから始まりましたからね。1勝4敗です。エボはなんだろう、あれなんて言えばいいんだろうな、実質30、ベスト32ぐらいなのかな。多分そこらへん。I can speak English. Little.まあまあ勝ったってこと？トーナメント？ええ、It's まあまあ。Yes, tournament. Winners and losers. Two life. I have two life. Player is two life. 全く別ゲーやってたけど、エボやってるよって聞いてみたら黒黒さんいてびっくり、ダブルテコンドーの人。世界で。ブラック教習所の実況動画出さないんですか？
わゆるフェイントですね。ああいう遊び心がゆとりな感じが、これで2勝4敗。いいシャガパン。クロクロさんってレオの前男使ってたの？ブライアンですね。ブライアン対策は完璧ですよ。と言ってもあの鉄拳 5DR までですけど。ターンエンドコンボが出せないのでやめました。ん、なんだ、別ゲームやってたけどやる。テコンドーの人、テコンドーの人、なんだテコンドyou
わこ。はい、どうも。枠が止まった試合は負けました。Get ready for the next battle. これが九州1位のプレイヤーですね。こにゃさん貸しとくわ。はい、どうも。はコツです。エボお疲れ様でした。なんでキュキュって足音みたいな音なるんだ。わら。あれだよ。鳥が鳴いてるじゃないのかな。鳥なのか。なるほど。インコが2羽いるんです。なんか今日の声、俺の声アルミみたいなんだよ。可愛いんだよ俺の声が。韓国でもアタックオブザタイタンは大人気だそうで、2位も毎週見てるよって言ってましたよ。
我で見てるの？いや、それはどうだか知らないですけど、一応ニコニコでも見れますからね。あ、重い完全に重い、この人。あー、やめよう。黒黒、ハロー、イッツ、アベリエイ。エブリィ？ヘロー。ジャパン、イズ、ナイト。エブリっていう、今回エボアメリカですごい俺のことを世話してくれた黒黒34歳なのにエブリは20歳にやったのが面白かった笑い。黒黒秋葉デニス、日本が今18人の人ね。ちょっとアメリカは朝ですね。 USA is morning night。Today, working finish. Naito Tekken. It's Asian only online.ジンパチ人、クロクロのジンパチのネタを完全にパクられていたっていう。ご怖く、イエイエYes, everybody, bye.テレビはブラウン管ですか？
テレビは、いや、全然普通の PC モニターです。あの家のその皆さんの家の鉄拳のね、鉄拳やったらなんかテレビだとラグがあるよっていうような状況の時は、パソコンモニターでやるといいです。 HDMI でつなげて、で特に僕ツイッターで最近買ったラグの感じない安い1万6000円ぐらいで買える PC モニターの製品番号とか上げてるんで、それ見てみてください。家の大型テレビとかでやると絶対ラグは出るから。 GNR とかなんとか聞いたんで聞いてみました。ありがとうございます。参考になります。ほんとね、なんかおかしいなと思ってたら、ぜひともPC モニターでプレステをやってください。ゴッド、俺、クロクロさんの連勝が止まったら寝るんだ。僕まだ飯食ってないんで、料理しますよ。ウイスキー飲んじゃおう。鉄拳やるときはお酒飲まないんですけど、あと15分なんで酔いが回る前に終わると思うんで、ウイスキー飲んじゃおう。酒鉄あかん。オンラインやるときは飲まないようにしてます。でも今日はちょっとお酒飲む時間とか僕短縮していかないと、結構なあれになっちゃうんで。さあ、だんだん。それでダニを落とした方々を何人見たか。いや、もう僕ね、家で普段365日車乗ってるんで、外じゃ飲めないんですよ。だから家帰ってきてお酒飲むしかなくて、この家庭用が出た9月のあたりとかも、うわ、家でこんな楽しく鉄拳できるんだ
って思いながら酒飲みながらやってたんだけど、もう本当にダメだよね、酒酔いが回ってる時にやってるとやりたいことできないもん。頭では分かってるのに手先に行かないよね。でも逆にゲーセンじゃできない、そんなことができない。あ、できるのか。別に別にオンラインじゃなくてもゲームセンターのあの方のね、カードあっちの段位、飲み会終わった後に台戦してあちゃーみたいなこと何回もしてきたんでなるべく酒鉄はしないようにしてますけど、秋葉デニーズってなんだ。で、今日はデニーズにはいないですね。自分家にいますよ。最近は明けとオンラインどうなん？まだ秋葉人いたりするの？あ、秋葉原は人いますよ。そうだな、ラダン以下だったら多分対戦相手に困んないと思う。安定なのは、まあ、台によってラダン以下だったら秋葉のセガ。僕はあのレジャーランドの方で黒黒杯とかやらせてもらってるんで、できれば分散してもらいたいんですけど、秋葉レジャーは最近はあんまり人いないですね。それなのにセガも秋レジャーも8セット8セットってあるんだけど、なんでかみんな秋セガにたまるんですよね。もう8セット全部埋まってて、待ってて開くのを待ってるみたいな人が多いんだけど、だったらレジャーまで行ってやればいいのにって思うんだよね。けどみんな行かないんですよ。入りやすいからね、仕方ないね。うん、混んでんだったら行けばいいと思うんですよね。ケボンヨシミツ、わら。出る10連派生、わら。
ックの別名義まだ反応できないんですよね。クロクロアイアットヨーオンプレステさん、なんだこれ今のカウンターだったのか。PS3 アジアエリア No USA エリア Japan Korea 台湾アットって どんな意味だっけ。ニューチャレンジャー Get ready for the next battle.アットって加えるとかだよね。私あなたの PS3 を加えます。フレ登録送るでいってことじゃね。そういうことか。Twitter 赤とプレステさん赤が統一されてていいね。
疲れたー。あー今日何作んの？今は最後のコンボが入らなかった。まあ時間的にもちょうどいい序で終わったね。やめようとしたら来ちゃった。2分で蹴りをつけなくてはいけないのか。Get ready for the next battle.俺この対戦が終わったら国に帰って料理するんだ。以内にやられそうなんだけど。完全にあと20秒以内に俺の命は持つのか。やばい本当に負ける。やめて。
酒屋食って聞いてすっ飛んできました。はい、どうも。鮭、まあ焼き鮭が好きなんだけど、今日はちょっと違ったやり方を。和骨です。はい、どうも。はい、こちらもうね、さっき焼きやってる時に鶏肉をに塩コショウしときました。ご飯も今日は炊いたんで、まあ、鶏肉の方はまあこちらにしといて、玉ねぎ。世界一ぐらいの鶏肉料理。はい、どうも。まあ、いつものごとくコメントは棒読みちゃんが読んだのを聞こえたら返します。知ってそうなテクニックあるの？知ってそうなね、冷ややつを作るよ、あとで。まあ、玉ねぎをみじん切りに。まあ、エゴ行く前とか手の怪我が怖かったけど、今日はもう全然いけるね。攻めれるよ、料理に。まあ、と言っても怪我したくないですね。いや、兄はさすがプロだったな。意識が違う。でもちょっと俺の目標としては壇上に上がるっていうのだったから、すごい悔しかったですね。別にまあまあね、そんな弱気じゃいけないんだけど、2位に勝ってその優勝するっていうよりか、ベスト8まで行って壇上に上がるっていうのを目標にしてたんだけど、実際ね、いけたんだよね。あれはいける感とかレベルはあってレベルだった。今回の敗因はまあその2位に負けてからのルーザーズで頑張れたはずなんだけど、その気持ちを切り替えられなかった黒黒が悪いね。あれは経験だわ。だから何回も出てる梅原とか時戸とか、あそこら辺のプロは2位が優勝、2位が優勝、セミファイナルで、もう最初から日本行く前から分かってたんだ、分かってたっていうか、順調に進んだら俺の予選プールの隣に2位がいたのよ。だからもし俺が予選プールを抜けたとしても、2位も順調に来たら予選プールの次のセミファイナル2回戦で2位と当たるっていう予測ができてたのね。実際その通りになったのよ。行く前から2位と当たるって言ってたもんね。うん。だから変な話でもうたらればの話になるけど、もし隣に2位がいなくて、2位とはベスト8以上でしか当たらないような感じだったら、壇上に立つ自信は絶対あった。あれはもう負け犬の遠吠えでしかないんだけどね。はい、この切り刻んだみじん、ちょっとみじん切りにしちゃ大きいんだけど、あ、いや、もっとみじんにしようか。ソテーだからね、ちゃんと。俺、みじん切りってそんな得意じゃないんだよ。やっぱ韓国強いか。で、
韓国勢は2位と任が来てて、任も、ベスト8には残ってました。家庭用キャラで頑張ってた人はいた？何のキャラ？聞こえなかった。もう一回やってください。家庭用キャラ、あ、家庭用キャラはいましたよ。やっぱだってあっちの人たちにとってはアーケードがないから、鉄拳と今の鉄拳タッグといえば要は家庭用しかないわけですよ。だから全然関係なしに国光とか使ってる人はいましたね。レイブン国光みたいな感じで忍者好きなアメリカ生がいました。僕自身は家庭用キャラと当たったのは、あのシャオユー使いの人が僕に一回負けて、その後シャオユーをミハルに変えたっていう場面がありましたね。まあ、一応新キャラの技は一通り見てきたんで、ミハルにはあのシャオユーにない伏流がミハル伏流があるマイナーチェンジわらっていうのは意識してましたが、ガードはできなかったかな。まあ、別にそんな、なんか空中ヒットしたような気がする。はい、青唐辛子、僕は辛いの大好きなんで、このソテーに、まあソテーっつうとあれなんだけどね、甘くするもんなんだけど、僕は何にでも唐辛子を入れます。カプサイシン大好き。先にじゃあ鮭の方行きましょう。これがあの鶏肉のソテーの方ね。ニーがご飯食べてるとこ初めて見たわまあ俺も初めてだったけどさまあ見ないよなJDCR が前去年夏にあの巣鴨に来た時は一緒にうなぎが食いてって言うから池袋までうなぎを食わせに行ったりしましたけど、来週 JD も JDCR も2も来るみたいだからみんなで飯行ける。うなぎ料理って韓国にはないのか。うなぎはないみたいね。ないっすよ。JDCR がマジうなぎ食いてうなぎ食いてって、明日帰るからうなぎ食いてって地獄はもうプロテケナーだっけ？うん、そうだね。あの、2位と違うみたいだよ、ね、会社は。バター。あ、ちょっと大きすぎた。こんな感じの、ちょっと水を入れます。バター焼き、焼くわけじゃないんだよ。蒸す？韓国プレイヤーで人気の日本食はうなぎ？とか寿司好きってヒザさん言ってたよね。あ、言ってた？俺のいない時に言ってたの。これをこんな感じ。
まあ沸騰してそのブクブクしたところでなんとかするってやつですね。あ、水足んなかったかな、怪しいな、焦げたらごめん。こっちのソテーの方はバターも使います。あ、ウイスキー飲みたい。あれ今音楽流れてるよね。流れてるな。ファイナルファンタジー13最後までやった？やりましたよ。日本の焼肉とか食べたことあんのかな？ライトニング可愛いですね。ライトニングの可愛さに一番初めに気がついたのは僕ですから。僕の嫁です。はい、オリーブオイル。ブアニラの方が可愛いやん。でも一番ね、あのコスチューム的にもいいのがね、 FF12 のあのアーシェ殿下。ファイナルファンタジー10のルールはいただいていきますね。ユーダはね、そんなに俺タイプじゃない。アーシェのあのミニスカートとかだいぶ良かったね。はい、これオリーブオイルにバター。まあちょっとうるさくなるかもしれないけど換気扇を回します。どうしたら彼女できますか？バターめっちゃ使うやん。まあまず、女の子に喋りかけることですね。恥ずかしいことじゃないと、女の子に喋りかけられないクロクロがお伝えします。はい、ここにオリーブオイルとバター溶かしたこのなんか強そうな、知ってそうな油に、先ほどのみじん切りの玉ねぎ、オニオン、ナムコの角度がオニオンだらけ。みじん切りにされたいのかこの野郎。だいぶ減ったところで練習会のこのフライパン、オニオンを炒めて、今日は塩はまだ入れない。鶏肉美味しそう。こちらで鮭やってます。晩飯は全部手作り？何、あの換気扇がうるさくてボヨミちゃんが聞こえなくなった。で、肉。先ほどの肉をもう入れちゃいます。クロクロさん、告るタイプ？告られるタイプ？何？クロクロ最強？知ってるよ。あ、晩ご飯？晩ご飯は外で食べるか。あ、これは告られないタイプだわ。うん。あ、告るタイプ、告られないタイプで、そんなのさ、何言ってんの？女の子にもご飯作ってあげるの？告られるタイプって、それわらわら容姿がないと告られないでしょ。俺があれだかな、告るタイプか告られないタイプ。告られない、告る女とか架空の人物。告るタイプか告られるタイプ、どっちかといえばあれだね、あの手こきなタイプ、手こきで終わらせるタイプだね。どうしようもねえな。こかれるタイプか。
この焼いてるうちにそそくさと空いてるまな板とかはその都度洗う。うめえこと言うな、わらわら。料理してるときに、料理は別にするだけじゃない。料理なんて別に誰だってできる。その料理の最中に、いかに効率よくできるか。空いてる時間に使ったお皿とか洗っちゃう。これが20年もしてねえや、15年以上一人暮らししてる独身の男の知恵ですね。だいぶ寄ってるな、わらわら。さあ、こちら色が変わってきたら、火かけてる料理は絶対放置しちゃダメ。焦げるからね。部分的に焦げますよ。まあ、こういうね道具とか揃えて、まあ、今はもう100均ショップで売ってるからね。無駄のない動き。道具を買ってください。あ、もうやべえ、焦げそう。一番モテたのいつ？この左上のはインコがプレイしてるの？とりあえずジャージとかに使えたらどうなん？さっきやってたリプレイだよ、左上。なあ、何？一番モテたの？モテたのはどうかな、あんのかな、俺がモテた時なんて。小学校6年生の時に、いい子がプレイはロタ、わらわら。俺が小学校6年生なんてあれだけどね、いつだ、俺が53年度だから、平成元年に俺小学校6年生なわけ。小学6年とかませてるな。で、卒業式に木下さんに告られて、でも俺その時渡辺さんが好きだったんだよね。だから、いや木下さんはちょっとあれだわみたいな感じで、ごめんごめん系なことしたんだけど、どちらもよくある名前、わら。いざ、俺は中学から私立に行ったのね。で、その俺に告ってきた木下さんは地元の公立中学行って、で、なんかね、こう中学行ったらなんかガンと垢抜けたっていうか、まあまだ中学生だからそこまで垢抜けないけど、なんか変わったんだよね。そしたら今度俺が木下さんのことちょっと好きになっちゃってさだけどもう遅かったみたいな感じ。バカだね俺も。ダサ、わら。なんか鉄拳5の時使ってたキャラクターがいて、鉄拳6になったらレオに変えたら鉄拳6でそのキャラが S キャラになっちゃったみたいな。バカだね俺も。その例えはちょっとちゃうけど。はい、このこちらまた出てきた蓋、これね焦げるから弱火にしてね。はい、これでしばらく肉に火が通るまで待ちます。しゃがみ待ち。で、そんでもって、まあ昨日もちょっと作ったんだけど、
人生でも敵は3回来るよ。そうなの。はい、豆腐。こんな感じで黄身を入れつつ、納豆。これアメリカ生とか見てるけど相当美味しそうに見えるだろうな。アメリカの USA の食事はほんとまずいから、日本人にしとってみれば。甘いし、マジ素っ気ないし、ライスは出てこねえし、出てきてもタイ米みたいなパサパサしたライスだしみたいな。あ、こちらはもう切りました。最初のデートはどこに連れて行くの？いや嘘だけど、まあ、とりあえずあれだよね、バーとか飲みに来て。黒黒さんの舌が超えてるんだろ。いやそんなことないって、行ってみろって。まで、アメリカの、ま、あの食べる日本人が美味しいと思うものなんかマジでないから、本当にない。肉が出てきても下味がないから、肉はでっかくて豪勢かもしんないけど本当味がないんだって。しょっぱくないの。あんまりアメリカ生、アメリカ生っていうか、アメリカはしょっぱいのとかないんだよ。あれ、あと何分？時間ある？これ大丈夫？あれ？あと6分半。6分？結構だね。結構だね。やべえなこれ。間に合いはなそうじゃね。いや間に合ったこと、間に合わなかったことなんかないんだけどね。まあ冷ややっこ、あやべやべやべ、納豆入れて、まあ黄身も入れましたと。で醤油。はい、美味しそう。納豆。知ってそうだね。知ってそうな冷ややっこ。簡単でしょ。こうするだけで美味しいから。ちょっと見た目があれだけどね、時間ないから。あれだ、しらすもかければ。はい、こちら、あ、お肉火通りましたね。そしたらここにケチャップ。僕あんまケチャップ好きじゃないんだけどね、まあソテーだからしょうがない。軽くかけて、下味のために塩コショウ、そして醤油、ちょっとでいいよ。じゃあこれを、この時期の冷ややっこうまいよな。
塩もかけて。時間ないよ。アメリカのあのドレッシングとかがマジ甘いんだよ、ほんと。どんだけ砂糖入れれば気が済むんだよっていうぐらいになるからね。はい、鶏肉のソテー見えてるかな。はい、そして最後にこちら鮭、このいつも炭水化物がないね。はい、鮭で、このバター汁がマジ重要だからね。バター汁どう、なんかお皿はあれだけどホテルとかで出てきそうでしょ、結婚式とかで。まあ、結婚式っつっても俺あのご祝儀だけあげて完全に戻ってこないタイプっぽいけど。見える、鮭のバター焼き、焼いてないけど、ソテー、あーうまそう。玉ねぎの、玉ねぎと鶏肉のソテー、卵と豆腐の冷え焼きと爆弾丼。まあこれにご飯がつきまして、本日の夕食とさせていただきます。なんかお箸が見つかんない。意外と食べるね。俺夜しか食べないからね。お酒は？もちろんウイスキー。ご飯しょうな、わら。あのね、ご飯ウイスキーで食べるから。ウイスキー大好きなのよ。ワイルドターキー行きましょう。もうさっきのウイスキーとちゃんぽんで十分。朝と昼お腹減らないの？減らない。スタバ飲んでるから。空腹の時の方がね、俺は頭が働くから鉄拳も強いんだよね。ご飯食べた後の鉄拳は俺すごい弱い。はい、ウイスキー。そんなこんなで、まあ、エボからちゃんと食べないと体ぶっ壊れるぞ、わら。アメリカから帰ってきて昨日はね、もうちょっと疲れすぎて全然食べないで寝ちゃったんだよね。結局だから昨日は機内食、帰り、お帰り、アメリカから10時間かけて帰ってきた機内食食べてたけど、家に帰ってきてから何もお酒だけ飲んで寝ちゃった。いやー10時間だからねずっと疲れて寝てたけど、サンフランシスコの乗り継ぎがねちょっとトラブルがあったのよ。危なく俺昨日帰れなくなるところだったからね。まあ美味しいね。日本が一番、自分の部屋が一番、そういうあれもないけど、まあ旅行はいいもんですよ。皆さんも鉄拳、僕はね旅行行くと必ず結局観光しないで鉄拳ばっかやってるけど、登場ゲートが分からなかったの。若い時にいろんなところ本当外国に行った方がいい。自分のね感性とか考え方が変わるから。グランドキャニオンとかそのなんだ、人間個人ってこんなにちっちゃいんだみたいなさ、そういうの知った方がいいよ。日本だけじゃないから世界は。まあそんなこんなでご視聴ありがとうございます。エボから帰ってきた、世界で10、32位以内くらいに入った